はい、どうも、ヒロです。サンダーランドキャリア続きやっていきます。で、今回はプレストンと試合やっていきます。で、プレストンが20位なんで、最下位ですね。で、うちのチーム、フォーメーション変えました。ファイブバックに変えまして、まあね、変えたことによって、まあ、失点はね、してるんですけども、まあ、守備に関してはちょっと安定したかなと思います。まあ、失点ね、結構重ねてますけど、まだ、前回よりはやりやすいかなって感じですね。はい。んで、まあ、ファイブバックにして、サイドの選手の起用がなくなってしまったので、中盤3枚なんでね、ハドソン・オドイがチェルシーに、返しました。レンタルバックで返しまして、んで、もう来シーズンいなくなる選手もちらほらといまして、ブキャナンがアヤックスに移籍します。んで、アイリンがブライトンに移籍します。これちょっとリアルかなって感じですけどね。ブキャナンもなんかありそうですけどね。んで、マオリダがフィオレンティーナ、これもありそう。ってな感じかな。あとはないかな。うん。んで、まあ、とりあえずファーガソンは残してます。ツートップにしてるので、まあ、出る機会もあるだろうということで、残してます。んで、まあ、ファイブバックにしたんで、戦術も、まあ、この辺は変えてないんですけど、まあ、幅とか深さを変えまして、あとポゼッションにしました。で、これ、こうしとこうかな。一つ上げようかな。んで、指示はワイドに開く、ワイドに開く、裏に抜ける。で、自由に動く。ですね。まあ、この辺はいじってないかな。いじってないな。うん。んで、まあ、ウィングバックはオーバーラップ、オーバーラップで、キリアンを攻撃参加にしてます。ってな感じですね。はい。よーし。じゃあ、プレストン戦やっていきますかね。キャノンがね、恐ろしく使える。もうね、2試合出てね、4ゴール決めてるんです。いやー、なのは、補強が当たったのか。一気にね。まあ、あと2トップにしたっていうのもあると思うんですよね。もう ほぼペナルティエリアに立ってんじゃないかと思うよな。ラインだけ見たらあれ。うわ、これは。いやー、この辺じゃない？よし、オッケー、決まったー、よーし、先生、フリーキックだぜ、イエーイ。いやー、なんかね、ツイッターで、ドイルいいよっていうのを見たんでね。いやー、まさかフリーキックね、決めるとは思わなかったけどね。なかなか決まらないから。Well, let's see this again, because that's a fantastic bit of technique.なんかブラトより決めるな。何なんだろうな。いやー、いいフリーキックでしたね。素晴らしい。まあ、ファイブバックやからカバーリングがあるから、まあ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 って感じじゃないけど。よーし、オッケー、いいシュート。よーし。いいシュートだったな、今。もしかしたらちょっといじったのが良かったかもな、戦術。動きが、動画前にやった試合より、いいな。相手にもよるんか？すっげえいいシュートじゃん。すっげえいいシュートじゃん。今からでも遅くない。得点を争いに絡むぐらいの活躍をね。よし、OK、決まった。よし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 。これで5ゴール目でしょ。
けえな。マジで天気めんじゃん。Well, just look at the defending here. They've made it so easy for him in the end. That's just not good enough. なんかゴール前の、ね、ポジショニングがいいんですよね。しっかりと、折るというかそこに。決めれる場所に。おぉ、マジか。ああ、やられた。いや、相手にこぼれてしまった。直撃系カメラどこ、カメラのどこまで間に合うか。あ、いったいったいった、 OKOKOK、 よーし、マジで点取るっちゅうこの2トップ結構強力やな。ワークも今多分もう20ゴールぐらい取ってると思うんですよね。なんでここにキャノンが加わったことによって、ちっか。あ、惜しいな。うお、入った、オッケー、ナイス、シャボ。いいね。前半だけで5得点か。嘘でしょう、ちょっと。ちょっと待って。いやー、ちょっと待ってくれ、怪我したわ。だそれはまずいわ。怪我のショックが言えない間に追加点取られた。つら。いやー、いいコンビネーションだったね今な。よし、オッケー。よしよしよし。あ、よし、オッケー。よし。もう前半で試合決まったようなもんかもわからんけど。オッケー、まさかのゴールだ。ほんまスペシャルゴールだわ。あー、決まると思わなかったな。とりあえずシュート打とうで打ったからな、これ。素晴らしい。こんなん決まると思わんやん。あ、やべ。あー、やられた。危なかった。もうなった、オッケーオッケー。よーしよしよしよし。まあ3失点したけど、まあいいでしょう。いやー、キャノンがマジでやばい。これで、3試合で、7ゴール。えぐ。はい、すごい瞬間やな。まあ、キャノンの、ハットトリックもあって、8対ね、3で勝てましたけど。いやー、素晴らしかったですね。7ゴールか。えぐいな。いや、バークも、すごいんですよ。19ゴール取ってるから。なんか一気に近づきそうな気がして怖いんやけどな。いや、これ、普通に2桁はいくなー。フィルキーも7ゴールですもんね。で、ファーガソンはなんか、
試合出てないからもっと出せってチェルシーからメール来たし、いやこの二人いたらねなかなか出せないよ。ただまあバークがちょっと怪我で一週間ぐらい出れないからその間にうんファーガソンが出てくれたらねいいんですけど、活躍してくれたら。んで次回はどうしよっかな。とりあえずフラムリバプールでしょ。でニューカッスル取ったんですよね。でリーズ取って負けて、でウルブスチェルシーでしょ。で、ノッティンガムフォレストか。ノッティンガムフォレストトテナム。んでウエストハムやって、遺跡か。遺跡やって、で、ボーンマスか。で、今回のプレストンか。あー、そうだな。エバートンにしようか。ね、エバートン取りますか。うん。レスターも取ってないんか。でも、エバートンの方がいいかな。エバートンで、まあ、ユナイテッドかな。ユナイテッド、ブライトン。まあ、ノリッチ。そうか。そうか、ラストが、あ、まあ、シティは取ろうか。シティ取ってだな。まあ、そんな感じでやっていきましょう。では、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。